こんにちは。北海道北白島市市議会議員選挙に出馬させていただきました。NHK、えー、党の福原しる留です、えー。この度ですね、あの、多くの方応援いただきまして、誠にありがとうございます。で、今回ですね、あの、まだまだね、選挙がこれからも続いていくということで、まあな、何かしらのね、あの、出馬をさせていただきたいと思って、この度動画を撮らさせていただいております。で、例えばですね、埼玉の えー、知事選挙埼玉県知事選挙ございますよねでその場合はあの引っ越さなくてもあの出馬できるということでまあちょっとぜひねあの挑戦させていただきたいなってふうに思って、えー、今回ですねあのエントリーをさせていただいておりますでまあちょっとねそれはまあ県知事ですのでな、ね、ポットでの私がですねまあ当選するってことはまずまあないまずっていうか <laughs> なななかなかいいと思います、えー、ですけれどもやっぱりその NHK 党のねやっぱり宣伝をですねやっぱりあのさせていただきたいなって思っておりますし、まあ、私自身のね知名度を売っていくってこともあの目的としてあります。でやっぱり選挙ってやっぱりこうポッと出てねポッと当選できればそれは理想なんですけれどもやっぱりなんとかこう挑戦しているって姿を ね、やっぱりこう何度もね出していくことによってどんどんね認知を広げながらもやっぱ政治の世界にですね携わって関わっていくことによって私もどんどんですねいろんなアンテナが張り巡らされていってまあ本当に政治のことをより深く理解していけるんじゃないかなっていうふうに思っています。やっぱり前回ですねあの北海道の北広島市の選挙出た際にですね やっぱりこう初めて選挙出たわけなんですけど、まあ、こんなにこう政治の世界とか選挙って面白いんだって。風に思いましたね。あのこれはもう本当と体感してみないとわからない話かもしれないんですけれど、あの今まででやっぱり銀点数、点数が何名でとか得票率が何パーセントでとかって。まあ、そういったことに今まであまり興味がなかったんですね。正直ね。でも自分が参加したらそれはもう嫌でもね。 興味を持たな,る得ない,というかなんでまあなん当に人口何万人であの有権者が何人でとかそういったことにも自然と興味あの関心及んだりですねじゃあ自分の死はどういうね政策を打ち出してんだろうとかもう一気にですねやっぱりこう見えてくる世界が変わったんですよね。なんでまあちょっと順番がね本当あの、まあ、選挙に出てからそういったあの興味関心を持つっていう意味では ちょっと順番がねあの、逆かもしれないんですけど、でもなんかこう、何ていうんですかね、もう先に、もう習うより慣れろって言えばいいんですかね。まあ、そういった環境下にやっぱりこう触れていくことによって、どん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 自分も、まあ、アンテナ張って洗練されていくのかなっていう,ふうにあに思っております。はい。なんで本当私自身ね、あのやっぱり NHK 党そのものに対して、すごくあの感謝をしております。というのも、 やっぱりそのやっぱり集金の問題とかずっと私もあの疑問に思ってましたしあのその NHK のねその徴収お金をね徴収する姿とかまあいろいろと思うことがたくさんあるわけですよ。でそれを本当と立場の高橋さんがもうドカーンとね出てきて言ってくださったわけじゃないですか。 なんでじゃあもっともっとこの NHK の問題っていうのを多くの人にやっぱりこう広げていきたいなって思っております。そうでやっぱりそのテレビによって、まあ、国民は洗脳されてるわけですよね。本当戦後 GHQ の 3S 政策のスクリーンのところに入ってくるわけなんですよ。でまあ本当にその NHK もね忖度報道していたりとか、まあ、そこにその古いね あの政治にメスを入れてるってところに対してじゃあすごく本当に橘さんのやっっってててるるここととは意意味が意義が義、ね、あることだなってふうに思っていますですのであの本当にこういった何ら、ね、かのね出馬だったりとかそういったことをねやっぱり経験していくことによってどん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  NHK の問題を周知徹底させていきたいなって思っております。またねあの 参議院選とかそういった国政のね選挙になっていった際に、また NHK とか再びですね、あの国政政党になっていくようにということで、何かしらのそういうお手伝いできたらと思っております。はい、よろしくお願いいたします。福原しるみでした。